熊本自動車学園は、熊本県熊本市東区、豊島西にあった自動車教習所。愛称は、ビッグパル。熊本市内で唯一、大型一種、二種、普通二種、牽員免許が取得できる、教習所である。運営は、ビッグパル熊本自動車学園株式会社。2008年6月30日をもって、すべての業務を終了し、並行。 熊本県内で最も古い歴史を持つ自動車、教習所だった。2012年10月に複合商業施設が、教習所跡地に開業している。熊本市内一円、城南、鹿島、三船、交差、甲市、菊池方面、ビッグパル熊本自動車学園株式会社、株式会社インフォマート、B2B プラットフォーム、2021年5月23日閲覧。 豊島西の熊本自動車学園後に、複合商業施設 BRTTS、企画マックスバリュー、九州など入居。熊本経済、2020年2月15日閲覧。熊本、豊島店を商業施設内に移転オープンマックスバリュー、九州売り場面積1800平方メートル。福岡経済ウェブ、2020年2月15日閲覧。元従業、ビッグパルを提訴。 熊本中央法律事務所。2020年2月22日閲覧。教習案内。熊本自動車学園。2007年8月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年2月15日閲覧。ありがとうございます。